비록 몸은 떨어져 있지만 고향에 대한 마음은 늘 함께였다. 제1제주의. 그 이름과 삶을 기리고 조명하는 제1제주인 센터. 그 안을 둘러보는 제1제주인 3세. 홍동기 씨의 감회가 새롭다. 태어나기 전이죠, 이 모습은. 근데 느낌이 지금이랑 거의 비슷한 것 같아요. 과거 가난한 오사카 제1동부들이 축산 부산물을 구워 먹은 것이 시초가 됐던 호르몬 야키. 한국인이 뿌리내린 요식업 역사의 한 획을 확인한다. 元祖に見えるからいうか、やっぱその제주の人らからスタートしたんやなっていうのがすごく気持ちとして思いとしてありますね。なんか韓国、日本におけるその韓国食の食文化っていうのは、いわゆる韓国食文化っていうより제주の食文化かもしれないですよね。 제1제주인들이 써가는 또 하나의 특별한 역사가 있다. 제2번 관서 제주도민협회 청년회에 제주대 도서 및 기금 전달 시 고향 후배들을 위한 마음은 무려 45년째 이어지고 있다. 홍동기 씨 역시 동참하는 데 의미가 깊다. 글쎄요, 그 딱 마치 정말 고향으로 돌아왔다는 느낌밖에 없어요. 네. 그러니까 공항에서 비행기 내리자마자 공기가 틀리다고 느껴져요. 옛날부터 어릴 때부터 고향이라는 말을 계속 듣고 왔고요. 그리고 일본에 살면서도 고향이라고 생각하면서 살았으니까 꼭 와보고 싶었고 지금 몇 번 오게 되니까 정말 고향이라는 느낌이 들면서 느낌을 가지면서 오게 되더라고요. 진짜 고향은 아닌데 태어난 거 아닌데요. 조부모로부터 이어져온 고향 제주에 대한 사랑을 자연스럽게 체득하고 실천하는 사람. 일본에 당당히 제주의 참맛을 알려왔던 선대들의 뜻을 이어 차별화된 한국 식문화를 선도하는 제1제주인 3세 홍동기 씨를 만난다. 일본 오사카 코리아타운에 인접한 이마자토. 이곳엔 도쿠야마 물산 본사가 자리한다. 연간 약 천억 원의 매출을 올리는 한국식품 유통기업 도쿠야마 물산. 홍동기 부사장은 아버지 홍성익 회장의 뒤를 이어 회사를 이끌고 있다. 前期決算で大体 45億 円だったんですけども、今ここ数年は 辛うじてちょっと右肩上がりで伸びてきてる状況ではあります。で、目標としましてはできたらその50億円台っていうのを一個の目標に考えてて、で、最終的に5年以内になんとかちょっと70億円っていうお題を目指して今のところ進めてる状況です。 오사카 세계 구가 교차하는 츄루하시역. 도쿠야마 물산의 광고판이 눈길을 끈다. 도쿠야마 물산의 모태는 조부모 홍여표, 강한자 선생과 함께한다. 바로 제주식 떡을 팔며 동포들에게 한국의 정과 푸짐한 인심을 나누었던 도쿠야마 상점이다. うちとその제주도っていうのはすごく縁のある、常にやっぱり相互の関係があるっていうようなつながりだと考えてます。 特に僕自身、原母父、あぼじからですね、その제주도っていうルーツについてもすごくよく聞かされてますし、僕自身もすごくそれは感じてる次第です。在日っていうところをですね、紐解いていくと、やはりどうしてもその제주도っていうのは切っても切れない関係にはなってくると思います。大阪의 작은 제주도, 이쿠노쿠 코리아타운. 그 한가운데는 바로 홍동기 부사장의 할머니 강한자 어르신이 계시는 도쿠야마 떡집이 있다. 장소 잘 되고 있어? 가 있어요.
그나마. 그나마 덕분에. 덕분에 잘 되고 있어. 예. 本当に 할아버지와 この商店街のために昔はお客さんが来へんが今は来てるけどな。そうやね。 할아버지 亡くなってもっと忙しいねんで。ほんまや。할아버지おる時はな、ほんまに一生懸命してもな、そういう。ほんま勘違いしたあかんよね。もう土台として할아버지がそういうのを作ってくれたから今あるっていうことはね。할아버지열심히해왔던걸、あのまだ 동기가 열심히나 商店街のことでも 열심히 하세요. 네. 스물에 신촌리 출신 할아버지를 만나 결혼한 할머니. 제1의 삶. 누군들 고통 없이 일궜으려만 민족을 위해 참 많은 일을 하던 남편. 그리고 그 곁을 묵묵히 지키며 밤낮 없이 일했던 할머니는 이제 손자가 가업을 잘 이어가길 바란다. やっぱりね、あのこの地で生まれ育ってで小さい頃からいずれ僕がっていうような形のことを周りからもずっと言われてましたし、あのやっぱ僕自身もずっと感じて育ってきてたんで、今更負担感っていうのはもうないです。むしろですけども、僕がしないとじゃあ誰がするんだっていう使命感の方が強いですね。정성스레 준비한 제주식 음식들이 차례상 가득 올려진다. 홍동기 부사장 댁에선 익숙한 풍경이다. 원래 그 자랐을 때 그 뭐 집안일이 방앗간을 했기 때문에 그걸 뭐 제사 지내려고 그 뭡니까 그 떡을 사러 오는 사람들이 좀 많기 때문에, 그러니까 어릴 때부터 그건 뭐 잘 그런 것들은 이해를 하기 때문에 다들 아는 것 같아요. 성묘를 위해선 고향 제주로 온 가족이 향하는 이댁. 명절 때는 이처럼 한데 모여 차례를 지낸다. 화목과 고향의 중요성을 강조하던 선대들의 가르침이 응집된 자리인 셈이다. 우리 아버님, 할아버지 그런 세대 사람들이 그걸 뭐 시끄럽게 우리에게 그 교육하셨습니다. 그걸 계속 해 나가왔습니다. 特に疑問とも思ってないですし、今後もやっぱりこうやって法事っていうのは続く僕らの代若い代もずっと続けていって、でまた、こういう親戚みんなが集まる機会にもなりますし、していけたらいいと思ってます。 홍동기 부사장의 아내와 두 딸 진아와 선아 역시 함께했다. 아직 어린 아이들이지만 차례와 제사는 뿌리의 소중함을 일깨우는 시간. 제주를 피부로 느끼며 정체성을 확립한다. 동기가? 나니 동기? 아빠 동기. 김 동기가? 이 동기. 미아노 아빠와 헌 동기인데. 僕ら生まれた時からこの自分の本名で過ごすっていうのは当たり前に できてたところがあります。だからこそ特にそれに対して深く考えたことはないんですけども、今となっては逆にこの名前を使っていくっていうのがある意味一つの誇りとも思ってますし、そういうね韓国代表っていう気持ちがある分恥ずかしい真似できないし情けない真似もできないし、 そういった気持ちで自分自身に少し気合が入りますね、この名前でいるっていうことが。 10월의 이쿠노쿠, 그리고 9일. 4년 전부터 매년 10월 9일이면 이색적인 행사가 열린다. 바로 떡의 날. 떡의 날은 홍동기 부사장이 직접 기획해 진행한다. 도쿠야마 상점의 떡을 사기 위해 전국에서 몰려왔듯 한국 식품의 우수성을 널리 알리고자 시작한 행사. 今多分な、朝の段階ね、ちょっとまだ手空いてるヒトラー、五十嵐さんとか林さんとか岡部さんとかもそうやけど、ちょっとその人ら朝お客さん
いっぱい来るまでは本社の人ら手伝ってくれ言ってるから。1년에하루하지만음식으로마음을사로잡는것이어디보통일인가코리아타운에서의떡의날은즐겁게음식한류를전파하는날이다トックの日っていうことで、トックっていうものに対して印象を深めようと。で、この日っていうのをうちがトックの日という形で制定してから、今年で4年目になるんですけども、毎年、やっております。この食品を通じて町おこしにもなって、かつ大阪鶴橋っていうのがみんなが知るいいきっかけに持っていきたいなっていうふうに考えて、特区の日っていう部分をちょっと今回制定した次第です。はい。떡의날의특징중하나는바로직원들의적극적인참여떡과관련된메뉴를개발해손님들에게평가를받는형식이다とりあえずおはようございます。今日いよいよちょっとね10月9日特区の日言うてみんなちょっと準備してきてくれたことを今日ある意味お客さんらに発表するっていうような機会になるんですけども、はい、頑張ってください。드디어본격적으로시작된떡의날행사정성으로준비된다양한음식들이시민들의구미를당기고기대반호기심반으로시식하는사람들이점차늘어간다식공방에도준비된특별이벤트여러분中でこんな이벤트やってますんで、はい、よかったらぜひ中覗いてみてください。여러분今日こういう이벤트やってます中でね、よかったらお餅にちなんだメニューいろいろ食べ比べできるんで中よかったらどうぞ。제1동포들의네트워크는물론다양한문화교류의발신지가되고있는한가식공방떡의날에는특별히할인된가격으로물건을판매한다今日はね10月9日トックの日だからねお餅製品が安くなってるんです。しかも今日ね伝統餅料理グランプリ言うて中でいろいろお餅にちなんだお料理食べていただけます。もうね無料なんでぜひ中入っていろいろ食べてみてください。はい。떡의날은찾는이들에게도특별한장이지만직원들에게도의미있는시간이다준비를하면서음식에대한이해를높이고현장에서는손님들의반응과병을즉각적으로살필수있는일석이조의효과가있다やっぱり理解がまだまだ不足してる点あるいはもっと理解を深めれるんじゃないかなっていうところ、うん、そこが多分にあると思うんですよ。これらを通じてですね逆にお客さんに対してのアピールももちろんですけども社員たち自身がこの自分らが扱う商品に対しての理解を深めれるまずそこが一番大きな収穫にはなってくるんじゃないかなと思ってます。올해떡의날에는성인들로대상을확대해치러졌다마치축제처럼즐겁게떡의날을즐기는손님들시식후에는가장마음에드는음식에스티커를붙여평가한다아이거는自分で持ってもらわなあかんのです。これも。홍동기부사장은적극적이고친근하게한국음식을알린다こっちだとまあ限られてその使い方っていうのがあるんですよ。こっちだともう韓国のやつだとそのまあ例えばその汁物に入ってたりでまたそれも焼いてっていうなんかまあ日本とはまた違う使い方っていうのもいろいろあるからまあそれも美味しい一つ、美味しい理由の一つかなっていう。やっぱり韓国って辛いものが多いイメージあったので、でも食べてみてやっぱ全然自分でも食べれる辛さなんで、ちょっとまたチャレンジしてみます。そうですね、はい。
応お餅の日、徳の日っていうのを通じて、まずお餅をみんな、韓国のお餅っていうのがどういうものなのかっていうのをいろいろ知ってもらうっていう機会にはなってます。僕らやっぱり韓国の食品、韓国の料理っていうのを日本で提案販売している商売になってますんで、ってなると所詮韓国のお餅であったり、あるいは韓国の料理っていうのも外国の料理でしかないんですね、この日本においては。なのでまずは知ってもらうっていうことが一番大事だなと思ってて、その知る機会っていうのを一個作る目的になってますんで。이쿠노구코리아타운은동서길이 600m 도로양쪽에한국음식과생활용품등을파는130여개의점포들이늘어서있다유명になって、大きな会社になってってなったとしても、この通り自体が有名 で活性化されてないと全く意味がないと思ってます。僕らの会社とここはやっぱね、ちょっと僕らはセットで考えてます。だからここがあるからうちの会社があるし、うちの会社があるからここもどんどんやっぱ有名になってほしいし、どんどんいろんな人にも来てほしいですし、うん、そういう存在ですね。아침 출근길 어릴 적부터 익숙한 길이지만 사업가로서 걷는 마음은 남다르다. 매일 출근과 함께 여는 조회 시간. 오늘은 떡의 날에 대한 성과 보고가 이루어졌다. B 팀은 핫도그 산도. 김과장, 오야마과장, 혼다사, 앞에 出てきてください。홍동기부사장은직원들과자유롭고유연하게아이디어를공유하되한국의맛을지켜나가자는회사의철학은늘강조한다まずその一番ね、うちのスローガンになってるのがずっともっと韓国の味っていうスローガンがあります。それをですね、この先未来将来っていう部分に対しても必ずやっぱテイストとして韓国の味っていうのを守っていこうっていう意味合いで、ずっともっと韓国の味っていうのをさせてもらってます。홍동기부사장은반가식공방시차를중요하게여긴다。한국의식문화를알리고체험할수있는공간을염원했던홍여표선생의뜻을이어홍성익회장이설립한반가식공방，홍동기부사장역시이곳에쏟는애정이각별하다。僕がずっとね、営業してたので、やっぱお客さん目線でどういう陳列、あるいはどういう並び、どういう配置がお客さんにとってより分かりやすくて、あるいは買ってもらえるのかっていうのを重点的に見てる次第なんですけども、例えばじゃあそうですね、プライスカードはお客、このプライスカードじゃお客さんにとって見にくいであったりとか、この商品はお客さんにとって分かりにくいであったりとか、その辺中心に見てたりしてます。제일제주인들의삶과애환이묻어있는이쿠노구，각종음식과언어등에서쉽게찾을수있는제주전통문화의명맥과흔적들，그안에는시대의흐름과트렌드를놓치지않는젊은피들의노력도상생한다。一応ね、ちょっとまた秋冬で新しいメニューいろいろ検討してる部分あるんで、ちょっとその辺も多分いろいろオペレーション変わる部分はあると思いますけど、なんとかちょっとね、そこもうまいこと組み込んでから滞りなく対応できるようにしてほしいんですよ。なんか新しいスタッフ結構増えてるから、厨房任せれるスタッフね、だいぶまたやりやすくなったんちゃいます。홍동기부사장은꼼꼼한성격으로유명하다。이는곧그의책임감의무게를보여준다。대를이어다진단단한철학과노하우로정체성을잃지않되독창적인길을걷고자하는홍동기부사장。이곳반가식공방에익숙하지만새로운문화와음식이어우러질수있도록많은노력을기울이는중이다。僕個人の考え方としましては、
コリアタウンのですねインフォメーションセンターっていうふうに考えてたりしてます。だからコリアタウンの中心にありますんで、例えばじゃあお客さんらがどこか探してたり、あるいは何か商品が欲しいっていう時にここに来ればそういう情報がいろいろ集まってるし、ここに来れば全て解決できるっていうような、そういう場所になればなと思ってたりしてます。はい。매달첫째주월요일아침임직원회의가있는날이다。도쿄지사와함께총10곳에달하는생산공장과물류창고를운영하고있는도쿠야마물산。오늘은도쿄지사와화상회의가이어졌다。네今回東京支社の方からも2名ちょっと来られてて、その2名についてもコリアタウンであったり、あるいは鶴橋の朝鮮市場の方だったり。임직원회의에서는상품개발을위한시식도이어진다。홍동기부사장은단순히한국의맛을추구하는것이아니다。지역의역사성과한국식문화를융합시켜세계인들에게폭넓은한국의맛을선보이고자한다。僕の아버지、할아버지の代と違って、僕の今世代っていうのがまず決定的に違うなっていうふうに感じてるのはですね、韓国の味、本場の味っていうのがもう今は結構浸透してきてて、当たり前になってきつつあります。だからこそですね、僕らの代の使命としましては、逆にこれからの将来性、これからの可能性、いわゆるそのキムチ一つとってもそうですし、韓国の味っていう部分のこれからの可能性を模索していって、新しいニーズっていうのを構築していくのが一つの使命じゃないかなと考えてます。어릴적부터뿌리깊게내려온제주인의끈기와열정이다。선대들을통해함께의의미、고향의정서를알았고그피땀흘린노력을알기에최선을다해달린다。제1제주인3세홍동기、무한한가능성과소통으로한국의식문화를더욱풍성하게하는그의노력이이코노그의새로운이야기를기대하게한다。